埼玉の逆襲。今回の埼玉の逆襲はついに完成間近、最強の埼玉モーニングのキャッチコピーを考案。埼玉でできるモーバラボは、ミツバチが届ける埼玉の幸せ。なるほど。まさかの展開に嫌な空気が刺さらない。どうもこんばんみ、 MC のビビる大木です。そして小林よしさん、よしお兄さんです。よろしくお願いします。お願いします。どうもたまやんです。はい、お願いします。本日の企画は最強の埼玉モーニングのキャッチコピーを考えてみた件。前回シェフたちが試作した最強の埼玉モーニング、この7品を PR するべくビビルさんとよしお兄さんにキャッチコピーを考えてもらいます。糸井重里さんがこういう話の流れでキャッチコピーつけてくださいよって言うと、はい、そこから別料金だよって。ここが入れたことですからね。そこは本当にやるんだったら金取るよっていうジャンルらしいですよ。ここは確かに私もバク転しろって言われたら別料金。そうですよね。本来そうなんですよ、キャッチコピーは、はい、そうです。それぐらい難しいものよ。これうまくいくかな俺。最初に考えてもらう料理は埼玉ヨーロッパ野菜&埼玉県産野菜のサラダバー。果たしてどんなキャッチコピーが出来上がる。まずやばいのが、俺がこのサラダバー食ってないのに書くっていう、ね、なんとも難しいですよ。埼玉ヨーロッパ野菜っていう単語はなんか一つ、なんか一つの単語でいけそうな気がするんですよね。埼玉ヨーロッパ野菜、無理やり。お兄さんもできた。あの事前に少し考えて。いやずるいですよ。ずるいよそれ。そこは私そんなあの素人なんで。難しい。いや俺も素人だから。俺もコピーライターやったことないですから。ではせーので一緒に出しましょうか。はい、いきます。はい、せーの。どうですか。ああ、はいはい、はい。お兄さんが埼玉でできるヨーロッパ旅行。僕もそんなニュアンスですね。ですね。埼玉発ヨーロッパ特急。ああ、いいですね。いいですよ。なんかね、いやなんか空気もそんな感じになってますよ。お兄さん、お兄さん、なんか変な空気ですねこれね。スタジオも。何ですかこれ。続いては甘い香りが食欲をそそる幸せの蜂蜜食パン。こちらのキャッチコピーは？幸せの蜂蜜食パンってい もうキャッチコピー出てるんですよ。若干そこにヒント、ヒントというかまあ出てる。もう出てるんですよ答えが。よしお兄さん難しいねこれ。いやすごい難しい。でははい、せーのでいきます。せーの、ドドンドドン。はい、ミツバチが届ける埼玉の幸せ。なるほどね。はい、私はもう食パンの方なんでね。はい、食パンの埼玉を切ったら蜂蜜っていう。なんかちょっとキャッチフレーズっぽいですね。いやだ考えてるんですよ。お兄さん俺ちゃんと考えてるんですよ。ポイって言っちゃいけないですね。ポイじゃないです、キャッチコピー考えてるんですよ。考えてるわけですもんね。そうですよね。はい、3品目は果物本来の甘みが楽しめる埼玉県産のフルーツジャム。こちらのキャッチコピーは春日部のいちごが日本一になったしな。ああ埼玉ね。それではせーのでいきたいと思います。はい、せーの、ジャンド。さあ、お兄さんが、はい、埼玉の式のジャムセッションと。ああ、なるほど、ジャムセッションね。ジャムをかけると。なるほど。で、四季折々の、まあ、いろんな味があるよっていうのと掛け合わせだと。お兄さん、時間かけて考えてるだけありますよ。やっぱずるいですよ、それ。僕はこれです。はい、埼玉を絞ったらフルーツでした。ああ、なんか埼玉県産のね、フルーツが、うん、ちょこちょこ登場するということなんで、はい、うん、ちょっと歴史くんのロケの空気こんなんだったのかなって。っお兄さん見てないかもわかりませんけどね。そこは見てないんですが、うん、恐ろしいロケがあったんですよ。なんかこの収録と空気似てんじゃないかなと思って。続いてスパイシー麻婆豆腐は冷やし、いや激アツです。あ、なるほどね、はい、中国だって、うん、埼玉育ちの麻婆豆腐。なるほど。ほら、2人出し終わった後のこの空気、これ何なんですかこれ。さらにオリジナルブレンドスパイス埼玉デュカと埼玉語のフライドエッグも。一口食べたら中東旅行、埼玉から GoTo フライドエッグ。あ、出た、埼玉語で埼玉語。おなんか違うな。嫌な空気になってきましたね。刺さらないですね、お兄さん。絶妙な空気の中、5品のキャッチコピーが完成。残り2品、一体どうなる？
ということで6品目は朝にぴったり埼玉茶漬け。こちらのキャッチコピーは埼玉茶漬けがもうだからキャッチコピーなんですね結局お茶漬けが有名なところってあるんですかね。茶漬け、鯛茶漬けとか行くと愛媛とか。ああ、そっか四国か。はい、宇和島の方とかですね。お茶漬けのジャンルはまだ手薄かもしれないですね。かもしれないですね。埼玉チャンスですね、ここね。うん。それでは行きたいと思います。はい。せーの、次郎さん。次兄さん、どうぞ。なんか近いのかもしれないな。あのお茶漬けってサラサラ食べる。そうですね。なのでここあえてのサイサイ、サヤサヤ。ご賞味あれということで、はい、まあ、その埼玉のその埼玉のあと狭山茶のお茶漬けということで、そこの狭山か、はい、まあ、食べ方の擬音を方とか、うん、こちらはこれで埼玉を表現しつつと。いやだからお茶漬け食べる時の音ですよ ね、 すね、イメージのね、お兄さんサラサラを。あ、いいですね、狭山茶、いいですね。僕もそんなイメージだったんですけどちょっとお茶漬けにこの雰囲気はないなってちょっと反省してますけど、まあ狭山茶ということで隣のトロトロ、なんかただの書き間違いみたいに。そうです。いや、させ俺もちょっとでもお茶漬けはサラサラかなと思ったんですけど、隣のサラサラだとさすがに遠いですね、何の話ってなっちゃうんでね。ラストですよ兄さん、もう俺たち100個ぐらい作ってきたかのようなでも感想、感想ですね、これで感想できますので。ついにラスト7品目は秩父名産の味噌ポテト。こちらのキャッチコピーは、まあこれね、秩父で有名ですけれども味噌ポテト、調理時間が短くなるし水分が残りパサつかないと。まあ、そもそもあの味噌ポテトは秩父にあるじゃないですか。ありますね、うん、そもそものキャッチコピーってあるんですかね。あ、秩父、秩父地区ではなんかこんな風に言われてるみたいなのはあるの。そう言われております、ね、確かに。あ、やっぱ秩父は水が美味しいってことですね、ですね、これはね、うん、良質な水。よし、お、ではラストラン行きましょう。せーの、じゃん。はい、お、しっとり美肌、じゃがいも界の田中みな実しっとり美肌、美肌、まあやっぱ水分があるので、あ、まあこう潤いがあるということで美肌と表現し、はい、まあ、そのじゃがいも界でも、まあ、田中みな実さんだよと。そうか、田中みな実さんもなんか埼玉でしたっけ。浅香なんですよね、確か。あ、それでね、だからなんか一回 NHK でね、うん、埼玉のネタを扱うときに、はい、埼玉県代表としてなんか俺もいたし田中みな実さんもいたんだけど、私をこういう場に呼ばないでくださいって本人がはっきりと、私は埼玉ではありませんみたいなことをもうはっきりとおっしゃってましたからもう、まあ、浅香なので、ね、片足東京だみたいなことですかね。なんかもうだから埼玉はこんなに盛り上がってるぞみたいな、そういうところに私を呼ぶなみたいな、巻き込むなもう本人がね、本当埼玉と絶縁するかのような発言してましたので俺は驚きましたけどね。はい、はい、私はやっぱ秩父なんでね、はい、セメントの後は味噌ポテト秩父セメントがありますので、ね、やっぱりセメントの後は秩父といえばセメントだなってなんかね、僕の結構年上世代がね言ってたんで、うんうん、だからセメントもいいけど、うん、味噌ポテトも当然あるぜというということで、いやお兄さんいやお兄さんということでじゃないんですよお兄さん、はい、採用されるんでしょうね本当に。いや、まあ、一応今回はこれ、7つを2人で考えたわけですけれども、はい、まあ、14種類あるわけですね、はい、このキャッチコピーを、ロイヤルパインズホテル浦和の方に持って行って、はい、まあ、皆さんに、はい、まあ、精査していただくと。精査していただく、はい、ということで今回2人が考えたキャッチコピーの中で採用されるものはあるのでしょうか。こうご期待。そしてついに最強の埼玉モーニングプロジェクトの集大成、フィナーレを飾るべく超大物が登場。大野知事、お久しぶりです。お久しぶりです。埼玉県大野元弘知事、大野知事が実食、反応はいかに。果たしてお墨付きはもらえるのか。